車検合格保証するための動画ではありません。はい、皆さんハロハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、今回はねエブリィまたちょっといじったんで、その紹介やっていけたらなと思っております。そんでもってね、エブリィ乗りや、まあ、他の車乗ってる方のカーライフをさらに安全にね楽しくしていきたいと思いまして、今回ねこちらのメーカーさん、はい、デデンとプラスラインさんっていうねメーカーさんのパーツを購入して取り付けました。そのね、パーツの紹介今回はしていきたいと思います。それじゃ行ってみよう。面白いなこの雑誌、特にね22ページのこのエブリィめちゃくちゃかっこいい、デコ一番好きです。はい、ということでね、今回はエブリィに新しく付けたパーツのお話ししていきたいと思います。でね、まあ、この K スタイルっていう雑誌皆さんもご覧いただきますか。はい、このね K スタイルっていうのは、まあ、軽自動車とかを主に雑誌で取り上げてるんですけども、今回の K スタイルが軽カー、ちょっと飛んじゃってるかな、軽カーリフトアップ初めてガイドっていうね、非常にねベコにとっては勉強になる雑誌でした。はい、でね最近まあ流行ってるのが軽トラックとか軽バンとか、その辺りのリフトアップっていうカスタムが流行ってます。でね、ベコのねこのエブリィもそのリフトアップっていうねカスタムを取り入れてます。ドロンと、はい、ということでね、このエブリィリフトアップしてるんですが、どうです？リフトアップしてるように見えます？あのね、ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないんですが、実際ね、このエブリィ生で見ると結構大きいです。はい。まずね、リフトアップスプリング、CL リンクさんのね、リフトアップスプリングで4センチぐらい上げてます。でね、タイヤの外径をさらにね、少し大きくしてあげて、まあ5、6センチぐらいかな、アップしてると思います。でね、リフトアップするともちろんねビジュアルも大きく変化できますし、あとはね素直に運転していてかなり楽しいです。はい、ただねいいことだけでも実はなくて、高さが高くなるので視認性は良くなるんですけども、どうしてもねこのフロントのこの辺りっていうのが車高が上がることによってどうしても死角になってしまうんですよね。それで例えば小さい子供とか、あとはまあ身長が低い方が、まあ、例えばこの辺りに仮にいた場合、安全ではなくなってしまいますよね。それで今回は極力ねリフトアップしてる車両を安全にね、カーライフを過ごしていくために、パーツを取り付けました。でね、運転席から見るとこんな感じ、左下側方ですねが全然見えませんよね。これじゃ危ない。でね、今回はプラスラインさんっていうねメーカーさんから、パーツを購入させていただきました。こちらの商品です。あのね、左サイドミラーの下につけるアンダーミラー、まあ側方ですねが確認できるようなアンダーミラーを今回購入しました。ででんと、はい、でね早速これが、ついた状態です。作業風景はねだいぶすっ飛ばしてるんですけど、こちらが、今回プラスラインさんから購入した速報の確認用のミラーです。こっちがね純正のアンダーミラーなんですけど、こっちがね新たに追加して付けたプラスラインさんのミラーです。はい、だいぶね馴染んでますよね。純正のアンダーミラーに、まあ、近い似たような素材を採用していただいてて、遠くから見てもね、なんか純正じゃないのこれみたいな、社外なのみたいな感じでね、ガラッとね見た目が変わる商品じゃないので、デコ的にはすごい気に入ってます。はい、でねここしっかり、リベットっていうね止め方で、止めさせてもらってるので、おそらくね高速道路走ったりだとかしても飛んでいかないかなと思います。はい、でねこの左フロントの
タイヤあたり、ヘッドライトの下あたり、この辺ですね、この辺、ちょうどこの辺、うん、この辺がね、リフトアップで、車高を上げたせいで若干ね、見えるかな見えないかなぐらいのね、微妙な感じだったので、ちょっとこれはまずいぞと思いまして、今回こちらのね、ミラーを取り付ける形になりました。うん、例えば車検の検査で直前直鎖っていうね、ちょっとこの辺にずらしておきます。せーの、はいはい、こんな感じでね、直前直鎖っていうね、検査をします。うん、1メートルぐらいの高さで、30センチぐらいの幅の円柱をこの黄色いところのラインにずらして、運転席からしっかりこの円柱がね、見えるかっていうね、検査をしていきます。はい、でね、リフトアップしてる車両に関してはこの辺りがどうしてもね、その円柱を立てた時に見づらくなってしまうっていうところで、車検のね、検査直前直鎖っていうね、検査をね、通過させるためにこのミラーをつけてる方もいらっしゃいます。はい、ただね、まあプラスラインさんのホームページでも記載はあったんですけど、このミラーをつけたことによって車検を保証するものではありませんということです。うん、どちらかというと安全性を高めるものだと思っていただければ、幸いです。はい、あ、でね、ちょっとね、話が飛んでしまったんですけど、実際にね、ここに物を置いてみてどれぐらい見えるようになったのかやってみたいと思います。はい、でね、今回使うのが、こちらのドゥルンとチップスターです。はい、でこれしょっちゅうね、チップスターのね、コンソメ味をね、食べてるんですけど、でも今回はちょっと薄塩味にしてみました。はい、でね、このチップスターの薄塩味を左フロントの、まあ、この角の部分に置いて、で運転席からミラーを見てこのチップスターが見えるかどうかちょっと検証してみたいと思います。はい、じゃあね、このね、チップスターをこの辺りに置いてみますか。はい、これ普通の車でも見えないよね、ぶっちゃけね。もうちょいキワキワにしてみますか。こんぐらい、こんなもん。これで見れたらすごいですよね。ちょっとやってみましょうか。運転席行ってみます。ということでね、運転席回ってきました。せーの、よっこらしょっと。はい、さっきね、ちょっと重たいカメラ使ってたんですけど、iPhone に切り替えました。こんな感じ。はい、それじゃあね、さっきのね、チップスターが見えるかどうか見てみましょう。せーの、ドドンと。うん、カメラ越しじゃ絶対わからないですよね。もうちょっとアップにしてみましょうか。あ、まあその前に、まあ、ベコをここちゃんとしっかり、運転席こんな感じで座ってます。はい、それじゃあね、まあ大体この辺がベコの運転席から見たサイドミラーのあたりです。はい、それじゃあアップにしていきましょうか。ググ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 。あ、ごめんなさい、これがアップの限界です。ただうっすらこの辺わかります？肉眼だったらはっきりわかるんですけど、この辺に赤いチップスターのカップ置いてありますよね。かなりね、しっかり見えます。ちょっとね、左のガラスが反射しちゃって見づらいと思うんで、ちょっと窓開けてみますか。はい、ぐいーっと、こんな感じ。あんまり変わんないかな。アップにするとデジタルズームなんで、どうしても画質が下がってしまうので、ちょっとこのまま iPhone 近づけてみましょうか。こんな感じ。だいぶね、湾曲してるから、まあ見にくいは見にくいんですけど、正直。ただだいぶ広角に、見えるようになりました。はい、なんかね、動画でね、うまくね、こう見えないのがちょっともどかしいですね。実際はかなり視界良好で、しっかりね、小さいところまで見えてるんで安全じゃないかなと思います。しかしすごいですよね、こんなちっちゃいやつまでしっかり運転席から見えちゃうんですよ。でね、このサイドミラー、値段の方なんですけど、だいたい1万円ぐらいするんですよ。ここのね、サイドミラー、これ
で、ベコ正直買う前まではうわ高いな、でもこれしかないからななんてちょっと思っちゃったりもしてたんですけど、このねチップスターがねしっかり運転席から見えるってなると、まあ安全を買うじゃないですけど、絶対にねこのミラー、あった方がいいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ねご紹介したのがこちらのね、プラスラインさんっていうメーカーの、まあ、リフトアップ系に強いねメーカーさんですね。こちらの、ミラーの紹介をさせていただきました。今回は、安全性をより高くして、安全な、カーライフを過ごしていただくために、動画を撮影してきました。皆さんのね何かのお役に立てれば幸いだと思っております。よければね、いいね評価と、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。よし、撮影頑張ったから最後にちょっとシップスターいただきたいと思います。ちゃんと、美味しくいただきます。